スとは、西洋用染術や疫学等と並ぶ戦術の一つで、ピタゴラス式やカバラ等が有名である。数比学とも言う。一般的な戦術の方法は、命術で、占う対象の青年月ピや、生命などから、固有の計算式に基づいて、運勢傾向や、先天的な宿命を占う方法である。ピエトロ・ボンゴ、ニュメオーラム・ミステリア、1591数比術の、 創始者は一般的にピタゴラスの定理で有名なピタゴラスと言われている。彼は数比術の父として知られているが、その数千年前のギリシャや中国、エジプトやローマでも数比術が使われていたことを示す証拠が存在している。当時は許されたものにのみ、口頭でその情報が伝えられていたようである。ピタゴラスの後、その思想はプラトンに引き継がれ、 数学の発展とともに成熟していく。さらに、西洋先生術やタロット等とも結びつき、ユダヤ教のカバラの書物によって補強され、ルネサンス期にはヨーロッパで流星を極めた。一般的に、青年月ピや生命を数字に置き換えて、一桁になるまで全ての数字を足し、最後に出た数字の持つ意味から占う。誕生日からは、誕生数が、生命からは、 生命数が導き出される。また、誕生日や生命の一部だけ計算したり、誕生日と生命の数を組み合わせたりすることもある。日本人の場合、生命をローマ字で表記し、そのアルファベットをさらに数字に置き換えることが多いようである。誕生数は一生変わらないことから、持って生まれた性格や先天的な宿命等が占えるとし、 生命数は結婚等で性が変わったりする際の運命や呼び名の場合の運命等表面的なことが占えるとする。青年月日や占いたい過去や未来の日付等の数字データ、もしくは生命等、数字に置き換えられる一部の個人情報が必要になる。ありがとうございます。